どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、三井住友カードの、ポイント自体がですね、6月1日より、リニューアルされましたので、今回ね、解説、やっていきたいと思います。まあ、ANA のねクレジットカードでも、ブランドのビザ、マスターカードは三井住友カードがね、発行されている、クレジットカードなんで、まあ、今回のリニューアルでどう変わってるのか、まあ、解約なのかどうなのかっていうね、気になってる方もね、いらっしゃるかと思いますんでね、こちらやっていきたいと思います。先にね、結論をね言いますね。変わらないっすANA マイルのね還元率は一切変わらないです。まあ、ちょっとねこんなこと動画の冒頭に言って、まあ、この後ね見てもらえるかなっていうところはあるんですけども、まあ、あのもったいぶってもしょうがないんでね、 ANA マイルの還元率はね、今まで通り変わらないです。 ANA ワイドゴールドカードの、ビザマスターであればね、今現在まだボーナスステージの還元がね今年残っていますので、最大還元率は2020年6月現在だと、まあ、1.648%、2021年の2月以降ね、最大 1.35%という風になっております。で、今回の主な変更点なんですけども、全部でね4つあります。ワールドプレゼントというポイント制度から V ポイントっていうポイント制度に変更になりました。で、ポイント付与率が今までは1000円につき1ポイントだったのが、200円につき1ポイントっていう風になりました。で、1ポイントの価値が今まではね1ポイント5円ぐらいの価値だったんですけども、それが1ポイント1円になったっていう点ですね。で、あとねポイントの名称等々も、変わってきております。まあこちらね一つずつ解説していきたいなと思うんですけども、まず名前はいいですよね。今までワールドプレゼントっていうね名前のポイント制度だったんですけども、 V ポイントっていうポイント制度になりました。これはね ANA のクレジットカードも、先ほど言った通りね、三井住友カードはねビザマスターに関してはこちらが発行していますので、まあ、全てね、V ポイントになったっていう感じですね。で、対象カードはねちょっとこちら辺に出しておきますけども、まあ、ANA のビザマスターカードであれば、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードですんで、まあ、V ポイントになったっていう感じになりますね。次にね、ポイント付与率なんですけども、今まではですね、先ほど言った通りね、1000円につき1ポイントがね付与されてたんですよね。この三井住友カードの、ワールドプレゼントっていうポイントはですね、1000円につき1ポイントってことですんで、1000円未満の決済した場合、まあ、ポイントはもらえなかったわけですよね。まあ、それが今回の改定で200円につき1ポイントがね、もらえるように、変更になりました。まあ、この点はね、かなりいいですよね。1000円毎回使うかって言われたら、やはり1000円使わないこともね、もちろんあると思いますんで、まあ、それがね、200円につきね、1ポイントもらえるようになったっていうのはね、かなりいい点ですよね。まあ、できればちょっとね、もうちょっとわかりやすく、まあ、100円で1ポイントぐらいにしてくれればね、もっとわかりやすかったんですけども、そうするとね、ちょっと還元が変わってくるんで、まあ、多分こうなったんではないのかなと思っています。で、これに伴いましてね、1ポイントの価値っていうものがね、上がりました。今までは1ポイント5円っていうね、計算だったんですけども、今後は1ポイント1円っていうね、計算になりました。ですので、200円で1ポイントっていうことですんで、まあ、こちらね還元額は同じっていう感じになります。次にね ANA クレジットカードで貯まる、ポイントの名称もね変更になります。先ほど言った通り、ワールドプレゼントは V ポイントっていう名前に変わったんですけども、この V ポイントの中に、まあ、ANA 移行可能ポイントっていう名前にね、まあ、変わるっていう感じになりまして、三井住友カードはね出しているスマートフォンアプリ V パスってありますよね。まあちらとかで開くとですね、 V ポイントっていうね、くくりの中で ANA マイルに移行しようとすると、名称は ANA マイル移行可能ポイントっていう名前にね、まあ、変更されております。またですね、今までマイペースリボってありますよね。まあ、あちらで、まあ、ポイント2倍、獲得されている方もいらっしゃると思いますし、まあ、先日ね ANA マイルを Amazon で、貯める方法で紹介させていただいたポイントアップモールってありますよね。あちらの倍ポイントがね付与されるポイントはプレミアムボーナスポイントっていうね、通常のポイントは違うポイントで付与されてたわけなんですけども、まあ、こちらの名称はですね ANA マイル移行ポイント以外のポイントっていう名前に変わったんですよね。もっといいネーミングあっただろうなって思った方ね、まあいらっしゃると思うんですけども、まあ私もね
最初聞いた時はあれと思ったんですけども、 ANA マイル移行可能ポイント以外のポイントっていう名前にね変わりました。激しくちょっと呼びづらい名前ですよね。ちょっと説明するときにねこの名前で呼ばなきゃいけないっていうのはねちょっとね読みづらいなっていう感じですよね。次にですね、 ANA マイルへの還元率ですね。まあ今までね、あの一般カードの場合は5マイルコース、ゴールドカードの場合は10マイルコース、プラチナカードの場合はまあ10マイルコースでね、今までコースでまあポイントをね交換したわけなんですけども、今後はですね5マイルコースは1倍コース、10マイルコースは2倍コース、15マイルコースは3倍コースっていう感じでね、名前が変わります。冒頭に言った通りね、還元率は全く変わりませんので、一般カードの場合は、0.5% ですし、ゴールドカードの場合はね、1%、 プラチナカードの場合はね 1.5% ということで、 ANA マイルへのね基本還元率はね、変わらないっていう感じになります。で次に ANA マイル移行可能ポイント以外のポイントですね。こちら、旧プレミアムボーナスポイントですね。今まではこのプレミアムボーナスポイントっていうのは1ポイント3マイル、最大でまあ 3.5 マイルにできたわけなんですけども、これからはですね5ポイント3マイルっていう計算になるんですよね。ですんで計算的にはですね、まあ、1ポイント 0.6 マイルっていう感じで、まあ、表記は変わりましたけども、還元率はね、全く変わってないっていう感じになるんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね、三井住友カードの、ワールドプレゼント、ポイントねリニューアルに関して、解説させていただきましたけども、冒頭に言いました通り、今回のポイントリニューアルでねちょっと解約みたいなのがねちょっと個人的にはちょっとあるんじゃないかななんて思ってたんですけども、 ANA マイルへのね還元率は、全く変わりませんし、むしろね今まで1000円に対して、ポイントがつかなかったものが、まあ、200円単位でねポイントがつくようになっていきますので、一応ね良くなったっていう感じになりますんで、 ANA マイルをね貯めるメインカードとしてね利用されている方も、かなり多いと思いますんで、まあ今までよりかはね、ポイントがつきやすくなったっていう感じでね、あの覚えておいていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、マイレージに関すること、あと、マリオットモンボイホテルに関すること、クレジットカードお得情報ね、私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもねやっておりますんで、もしよかったらですねチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。